はいいお願いします大八さんからはあの「殺人犯に見えない人がいいね」っていう普通の人でまあそんな人が殺人犯で,でこう見てる人がちょっとイライラするような感じがいいねみたいなお話をしていてでその隙があって。 生々しいといとあ,あからさまな色気ではなくもうどうしても出ちゃうというでも出ちゃう色気っていうのが <laughs> うーんどういうことなんだろうっていう何かをしようとしちゃうとなんかやっぱりこうなんかそれは好きとかそういうのではなくなってしまって生々しくなくなってしまうんじゃないかなと思っていてあんまり何も考えないようにしようと。 思いいながらいましたけどだから大橋さんがその場そのまですごく細かい演出をしてくださったりセリフのないところでもこういう感情でとかこれはこういうシーンなんだっていうのをすごくこうあのおっしゃってくださってたのでもうそれに応えられるようにって思いながらあんまりこう考えすぎずにやってました。やっぱりこう意外性も 欲ししと思いますしうーんやっぱりこうイメージとしてね明るいっていうのもそうですし自分自身でもそのセクシーさとか色っぽさっていうのが、うんまあ、あんまりあんまりというかほぼ言われたことがないのでそうこの中からどういうふうにしたら出るのかなっていうのはだからもうそれこそメイクさんもそうですし。 大八さんもそうですしすごく客観的になんか見て下さっていたのでかといってなんかすごく自分にないものを出してるような感覚もなかったんですでそういう苦しさは全くなくて、うん、この人のことが、まあ、凌介と初めて会って。 あの瞬間で恋をしてくれって言われてあの後ろ向いてる姿でさすがにその経験はないからそういうのはまあ分からないなと思いつつもでも殺しちゃうまではいかなくてもやっぱりこう好きな人が望むことをやってあげたいしたいそして愛する人好きな人がいないと生きていけないまでではないけどでも割と。 私自身も一人では生きていけないなとは思っているのでう全くない要素ではなかったんですけれどもだからなんか本当ちょっとずつちょっとずつそれをこうな感じもあるんですかね年齢重ねて今のこの年齢だからいただけた役なのかなっていうのも思ってますしうーん。 こういういいものがやりたいとか明確なものは全くないんですけどあんまりでも年相応のことをやりたいなぁとは思っていてだからこんなことはやりませんとかそういうものもないですしうーんなんかちょっとでも何か可能性をこう見つけてくださった方に出会えるように やっぱり面白いものにあの関わってお仕事していきたいなとはずっと思っていましたしうん多分大八さんも私が普段持たれているイメージとかそういうものをきっと壊したいと,思壊したい,というかまた違った面をあの見つけたいと思ってくださって。 だからこうやって声かけてくださったんだなって思うのでうーんなんか大人になればなるほど楽しいんだなって楽しい楽しめてはないんですけど <laughs> あのなんかやっぱり難しいですし怖いですし不安も緊張もいっぱいあって何かに飛び込んでいくってやっぱりすごくなんか ね、苦手だなって思ったりもしているんですけどでもそれをこう助けてくださる方がいて、うん、緊張の中でもまあ安心して飛び込めていける人とうん出会っていきたいなと思いますし今回はそういう方と出会えたなと思ってますしまたこれがきっかけであ こんなにね。先ほどもおっしゃってくださったみたいに、こんな一面あるんだ。とか、こんなこういう感じもやるんだっていうのをこう思ってもらえて、また広がっていけばいいなと思いますね。最近は奥さん役が。続いてたんですよ。あの nhk でやってたの？とかこれからやるのとかもそうですし。だから。 まあ結婚したことによってそういう役をいただけたりもするのかなとは思いますけど気持ちの上ではまあ,あの安心感も、ね、家に帰れば安心できる方がかた安心できる相手がいるから <laughs> うんそういう意味で仕事に集中しやすくなったりとか。う でもね、お互い働いてるからお互いが忙しいときにはねお互いが気を使わなきゃいけないから一人の時とはまた違って大変だなって思うこともあったりもするけどうーんでもそういうそうですね大変だなってうーん,なんか思う日々があるからなんか それがなんかいろんなことにつながったりするのかなとは思いますけど自分の中でこう,固まってしまうものってて結構でできてきちゃゃうじゃないですか好きなものなんかまあ映画のジャンルとかもそうだし食べ物とかお洋服もそうだし私はもうこれは好きこれっていうのになりすぎちゃいけないなと思いながらも何かこう決まってきてしまうというかそれが やっぱり結婚したことによって新しい風というか新しいものが入ってきてあそういうものもあるんだちょっと怖がってたけど試してみようかな行ってみようかなやってみようかなとかなんかそういうのはすごくありますね羊の木、えー、公開になります、えー、たくさんの人に見てもらいたいです皆さんよろしくお願いします